当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。頂上は文字盤側を表にして手巻きしようとすると全く皮まら回りして巻けず、ケース側を表にして巻くとたまに空回ります。どうにか巻き上げるような。あーカリカリだね。何が入ってるのでしょう。まあムーブメントを見てだね。なんかこれはオートマティックじゃないか。オートマティックが入ってるから、何のオートマティックが入ってるんでしょうか、見ていきましょうと。2813。嫌な感じでパキパキいってますね。これはなんか厄介ですね。まあよくある症状って言えば症状なんですけどね。ムーブ変えた方がいいね。ムーブ変えるか。ベルトを外してしまいましょう。ベルトを外して、まあ作業しやすいのでね。まあついでにフル洗浄もかけますので、その辺は一旦外してしまっておきましょう。このカリカリはやはり気になりますね。まずは一旦すべてバラしてしまいましょうか。そしてすごい曇りだね。まあちょっとね、ゴーサインが出ましたと。でね、秒針がないタイプなのであれですね、もうね、ここがね減ってるんだよね。そう、あそこのジータ自体がもう減っちゃってるんだよね。そう、これが減っちゃってるんだよ。これ見るか。地盤に、じゃあ一旦すべて外してしまいましょう。そう、秒針がないタイプですので、要はこの蓋がしてあるんですよ。分針のところに蓋がしてあるので、その蓋っていうのかな、要は筒車ですね、あそこを再利用したいんです。あそこの蓋だけなかなか外れませんので、一旦バラして、でこの筒車ですね、筒かな筒車を再利用しようかなと考えております。この新しいムーブメント、新しい2813にそれをセットしようかなと思っておりますのでね、まずそこまで一旦バラしてしまいましょう。普通の2813なので、まあバラし方はいつも通りですからね。どん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 バラしていきましょう。そう、これを組み直さなきゃダメだよ。これ真ん中のこれ秒針がないから、これでいきましょう。じゃあ新品ムーブメントを加工する準備をしていきます。まずホルダーにセットしますね。この新品ムーブメントも一度バラさないとですね。まずは秒針がないので、この辺の受けも一旦全部外します。そうすると筒かな筒車が見えてきますので、それを外す感じですね。まずは受けを外していきましょう。うん、これですね。これがつつかなかな。あと筒車も外してしまいます。大事なのはそれですのでね。
これを引っこ抜きましょう。これはなんていうかな、軽くかしめで持って止まってますので、こう挟み込む感じで引っこ抜いてあげましょう。うん、取れました。あとはまあここにね乗ってるパーツで再利用するものはないですね。この2つだけになります。裏側から入りますが、まずはでは新しいムーブメントを加工していきます。要は秒針軸がいらないんですよ。秒針軸があるとそのね筒金をセットした時に当たってしまう可能性があるので、秒針軸を抜かないとダメなんです。なのでそれを一旦外していくんですが、この2813ムーブメントの受け乗せが非常に厄介です。これをバラすとなるとまた組み直すことが非常に困難になりますから、慣れてる人じゃないとなかなか難しい。この組むのが難しいんですよ。なのでそれをまあ組んであげることが大事っていうのと、一つこれをまあ組めるようになれば意外とどんなムーブメントでもねできると俺は自負してますが、ぜひチャレンジしてみてください。まあどんどんねピスを外していきましょう。アンクル関係は外したら、このね何で難しいかというと、この2813全てがこの1枚の受けでもって支えてるんです。ゼンマイ、輪列回り、自動巻き機構、全てこの1枚で集約されてるんですよ。下の真ん中のこの軸を取る。ああもう落としな。そう、先ほどずらしたじゃないですか。あのずらすとまたさらに厄介なんですよ。だからずらしたくなかったんです本当は。この受け乗せが非常に厄介です。慣れないとかなり困難を極めます。このコツがいるというよりはもうなんていうかな、コツと慣れとそんな感じなんですが、まあやったことある人はわかると思います。そう、パーツをねあとは移植するだけ。先ほど抜いたこの筒から筒車ですね、この2つですね、これをまた新しいムーブメントにセットするだけです。あとは今組むだけですから、いつも通りですからね。ちょっと軽くスキップしてしまいましたが、秒針もないからね、そのこの真ん中からね秒針がないのをそのまま使うと穴が開いてるからちょっとみっともないんだよね。だからこれを入れ替えるのと秒針を外すっていうのがね、いやー大変。まあいけたな。ということで、ちょっとまあ途中でバーってね進んでしまったんですが、頭はこうやってかぶってて見えなかったまあ要は外したパーツですね、筒車かな。筒車、要は秒針が突き抜けてないんですよ。あれ秒針がないタイプですから、秒針がないってことは、その秒針、筒車はあれかな、2番車じゃない、2番車のところ、分身ですね。分身を司るところですから、分身の司るところ秒針が突き抜けてないから、それに蓋がしてあるんですよ。蓋がしてある筒車なんです。あれをまあ普通のそのままつけてしまうと、まあ、秒針がないからってつけてしまうと、ここが真ん中が開くんだよね、開いてしまう。そうするとみっともないですよね。だからあれ、まあ秒針軸を抜いて、でまたその筒車をこっちに移植して、でまあ動かすというような方法を取りました。あ、なかなか珍しいですね。2813でこういった加工がしてある。ちょっと珍しいなと思って。なので、あとはもう、カレンダーディスク。カレンダーディスク、カレンダーもなかったよね、これね。カレンダーもないタイプだ。だからもうカレンダーディスクも抜いちゃって、カレンダー機構も外してっていう風な付け方を全部しました。
まあ、余計なものは取っ払う、余計なものを、まあ、つけておくとその分不具合の原因になりますから、余計なものは取っ払ってしまった方がいいですっていうのがようなのがというのが俺の考え方なので、余計なものは取っ払ってで装着したといった感じですね。まあこういったことをあのね、その時計に合わせてムーブメントもこうなんていうかな、調整していかないと、これのムーブメントストレートにバーンって打ってないんですよね。これをだから加工してあげてっていうのが一番早い、うん、あとまあついでにオイルも刺してあげれるから、新品でもね、中華製の場合オイルを刺さないと、刺した方がいい、オイル多分ないと思う、カラッカラだと思うよ。そもそも動かなかった原因、要はゼンマイがガリガリいってたんだよ。要は動いてたんだけどガリガリ言うゼンマイ、パソコンをね、あのニヤチッツさんってこうやって動くんだよ。こうゼンマイを巻いた時に、巻くった時に巻いて、その縦運動から横運動にする、そしてこの歯車ね、この歯車のこう動くんだよね。動くところがあって、こういう風に動く、なんていうのかな、ゼンマイ巻く時は噛み込んで、また逆に回した時はこれ外れるっていう、こういう風な機構があるんだけど、そこの歯車のジータ自体が減ってしまってるんですよ。減っちゃってるの。これね、中華製のムーブメントでは減るということがよくあります。よく減るの。これ要は素材が柔らかいから減るんだよね。まあ歯車が減ってくれれば歯車を交換すればいいんだけど、歯車減らないでジータものの方が減ったりするんですよ、中華製って。いやそっち減らないでよと思うじゃないですか。これ本当にね、よくあるんです。歯車減らないでジータの方が減ることがよくあるので、ちょっとまあもうムーブメント変えるしかないですからね。まあそれでまあ依頼者さんとも相談してムーブメント変えてくださいってことで今回作業に入っていったんですが、いろんなこのパターンが2813に結構あるね。こういったものもね、考えると、まあそれに合わせてムーブメント自体をそれになんかいろんなパーツをのけたり取ったりっていうことをしていけば、まあ直せますけどね、うん、汎用機ですからね。これもだから見事に入れ替えれば本当は良かったかもしれないですけど、あのキャップね、あのスカラの筒車のところにつけるキャップが合うかどうかだね。あのキャップがないとやっぱりみっともないですよ。こう時計を見た時に穴が開いてますからね、真ん中秒針軸がない、あのキャップがしてないと穴が開いてるからみっともないんだよね。目に見えるところなんですよ。ましてはこう自分の時計でこうやって毎回毎回時間見てさ、毎回毎回穴があるのってさ、気になってしょうがないじゃん。だからこういうふうなこう入れ替えっていうのがね、見栄えがやっぱ大事だから、しかも自分で見てああと毎回ああと思うじゃん。それがすごいやってくる。だからこういった入れ替えっていうのはね、結構やってます、やるようにしてます。まあできないのもありますけどね、できないのもありますけど、できるようなのは必ずこうできる範囲内でやるようにしてますからね。今回もうまくね、復活できたんじゃないでしょうか。曇りも多く発生したので、まあ、フル洗浄かけて、まあ、相当に綺麗になりましたからね。やっぱ綺麗になるとね、気持ちいいんですよ。気持ちいい、やってて気持ちいいですからね。ただ2813の受け乗せ、今回もハマりました。10、30分ぐらいやってたかな、こうやって。あれまあね、これからムーブメントいじりたいっていう人、2813の受け乗せ、ぜひチャレンジしてみてください。ぜひチャレンジしてみてください。この受け乗せをうまくできるようになれば、どんなムーブメントでもできると思います。この2813の、2813に限りますよ、中華製2813に限りますよ、2813の受け乗せ、これがうまくできるようになれば、どんなムーブメントでもね、簡単に思えてきますから、これがね、結構近道です。2813の受け乗せ、これを特訓してください。最初まあできませんよ、びっくりするぐらいできませんから。何度も練習しました。俺もこればっかりはね、練習してもね、慣れない。ただもう最近はちょっとね、掴んできましたけどね、うん、これをやってここにやって、これがこうなるからこうなって、ちょっとこうやって溝を回してあげればこれが噛んでって、こう大体流れを掴んできてますから、特訓しましたからね。ぜひやるとね、ムーブメントいじりたい方、2813の受け合わせ、これをチャレンジしてみてください。まあ、そんなことより今日はね、このパネライコピーの復活やってみました。こうやってね、まあこれ自体でこの仕様で売ってるってことはまずないんでね、それに合わせてこう直していくっていうのもね、大事ではないでしょうかね。やってみましたけど、どうでしょう。ってことで、
こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。あとね、修理例もね、そちらにあのメッセージ飛ばしてください。ちょっとまあ修理例がかなり多くなってるもんで、ちょっと返事を返せるまでに時間かかりますが、メッセージを飛ばして必ず返事を返すようにしてますんでね、あの気長に返事を待っててくださいってことで、本日もご視聴ありがとうございました。あ、これか、ありがとうございました。